中で倒したみたいだね。うまくいったよ。照れるな。いや、また少しだった。いや、いや、敵発見、注意しな。いや、いや、いや、せい、いや、ドン、あと見つかる、おりゃ。マスター、トレジャーボックスです。エネミーを見つけたよ。おりゃ、やあ、せい、やあ、おりゃ、その通りです。手を貸してくれ。トレジャーボックスだよ。手を貸してくれ。その通りです。ネームドエネミーか。やれそうか。最高です。わーい、最高です。ありがとう。ヘイト分散頼むよ。巻き込まれるなよ。手を貸してくれ。到着だね。その通りです。おお、ありがとう。危ない危ない。気をつけろ。素晴らしいです。その通りです。超えてるよ。よかったね。はっ、はっ、やった。やっ、はっ、はっ、やった。スカルト、ヘイト分散頼むよ。グレネード行くぞ。ダウン成功、今だ。あ、助かるよ。巻き込まれないといるよ。やった。アカシス、やられたのかい。気をつけろよ。動きが鈍い。行くぞ。すごいのです。グッジョー。グレネード当たる。ネームドエネミか。やれそうか。最高です。アカシス、グレネード爆発。アプレッションです。やっ、おりゃ、炎上状態、狙おう。グッジョー。Grenade!
やるな。お、トレジャーボックスだよ。炎上状態、狙おう。素晴らしいです。いい活躍だね。わーい、寝れるな。巻き込まれるなよ。見つけたよ。無事に到着したな。強いよあいつ。スナイパーがいるよ。トレジャーボックスがあるぜ。巻き込まれるなよ。レレード行くぞ。手を貸してくれ。無事に到着したな。使うぞ。頑張ろうぜ。レベルアップ。強くなったよ。レベルアップ。レベルアップだ。
君に相談があるんだけど、 SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？そうね。リリースの情報によればフリューゲル付近はコーナーインドフィールドになるらしいし、初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど、でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。クレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさか、あんなにランキングに載っているのに？対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない？だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラでこういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスもシンフィールドもわからないことだらけか。なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。ファイトです、マスター
迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして。私はデイジー、アファシスタイプ X です。急に走ったら危ないわよ、デイジーちゃんと迷子ちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません、うん、どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ。レア中のレア、 GGO 中で注目の的の。噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね。でも幸運がいつまで続くかはわからないわ。目を離したら誰かに盗まれちゃうかもしれないわよ、アファシス。特にタイプ X の使用は明らかにされてないけれど、アイテム扱いなら所有権を移動する方法はいくつかあるもの。本当に何も知らないのね。総督府の告知はチェックしているの？アファシスは GGO 初の大型アップデートの目玉なのよ。自発的に考え行動できる高度な学習型 AI を搭載。特にタイプ X はそれぞれに個性が設定されたプログラマー泣かせの仕様なの。さらに戦闘だけじゃなく、マスターの資産管理、あらゆるサポートまでしてくれるのよ。実はSAO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に。参考に？まあこれはあくまでも噂だけど、プレイヤーの感情に反応する高度な知性を持っているのは事実よね。とにかく性能面から言ってもビジュアル面から言っても、GGO 中のプレイヤーが欲しがっている存在よ。だからタイプ X を街中で連れ歩くなんて、よほど腕に自信がなければただのおバカさんですわ。まああなたの場合はアファシスを持っていることをみんな知っているから気にしても仕方ないかもしれないけど、奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか、強いプレイヤーのスコードロンに入るのも一つの手ね。あら、素直なのね。そういう子は嫌いじゃないわ。私はゼリスカ、よろしく。そうそう、あなたのアファシス、さっきうちのデイジーちゃんと友達になったみたいなの。タイプ X と会ったのは初めてです。よろ、もちろんです。ところで迷子ちゃん、あなたのことは何と呼べばいいのかしら。マスターのお友達にはレイちゃんと呼んでいただいています。本当の名前はマスターだけのものなのです。そうなの、よろしくね、レイちゃん。よろしくお願いします、レイちゃん。いいわね、アファシスが2人並んでいる図。でも何よりマスター以外の人に名前を呼ばれるのを嫌がるなんて、そんな性格設定初めて聞いたわ。なるほど、マスターが個性を肯定してくれるからこの子は生き生きとしているんでしょうね。初心者が偶然手に入れたと聞いた時は心配したけれど。マスター、そろそろ設定されたお時間です。いけない、今日はもうログアウトしなきゃ。それではまたね、レイちゃん。
今日の買い物はあとこの2つを買えば OK ね。クレハ、この商品は向こうの通りのショップに行かないと買えないのです。ああそうだったわ。こっちのアイテムは、ハッレイちゃん、そっちのアイテムの買い出しはお願いしてもいい？こっちは私たちで買っておくから。了解なのです。じゃあ行きましょうか。この辺だったかしら。あ、もう一つ先の道だったわ。そういえばさ、今度あんたの家の近くに行くんだけど。あ、家ってリアルの話よ。ちょっとあの辺に用事があってね。ねえ、もしあんたが暇だったらでいいんだけどさ、今度現実世界で会わない？こっちでは頻繁に会ってるけど、あっちでは最近全然会ってないでしょ。だから、これなのです。これはカプセルトイね。懐かしいわね。昔はこういうのをいろんなお店に置かれてたわ。そうなのですか。そうそう。あ、そういえばあんたと昔一緒にこういうので遊んだことあったわよね。私も今思い出したくらいだもの。忘れてたとしても仕方ないわ。クレハとマスターの昔の話なのですか。ええ、そうよ。幼馴染だからね。家も近くて昔はよく一緒に遊んだわ。それで二人でよくこういうカプセルトイを買って中身を集めてたの。普段は運のいい方なのに、カプセルトイだけは変な雑魚キャラっぽいのしか出てこなくて、泣きべそ書いてたこともあったよね。楽しそうなのです。それでどうなったのですか。仕方ないから、私が取ったやつを交換してあげてたのよ。鼻水垂らしながら喜んでたわよね。お二人の小さな頃は仲がとっても良さそうなのです。そうかな。他にもそういうお話を聞かせてほしいのです。そんなの他のことは忘れたわ。今はそれより買い物が先でしょ。ほら、さっさと行くわよ。クレハ、さて、買い物も無事終わったことだし、今日はそろそろログアウトしましょう。マスター、クレハ、最後に質問をしてもいいですか。さっきの話ですが、そうなのです。だからもう忘れたって。はい、でも一つだけどうしても聞かせてほしいのです。二人は昔はずっと一緒にいたのですよね。そんなにずっとってわけでもないけど。それなのにどうして離れてしまったのですか。確かこの GGO で久しぶりに再会したんですよね。ああ、そういうこと。もしかして喧嘩をしていたんですか。そうじゃないわ。ええ、そうね。引っ越した原因はいくつもあって、親の仕事の都合とか借りてた家の事情とか、あとあのクレハのお姉さんですか。ええ、うちのお姉ちゃんすごく頭が良くてね、学業を優先するためっていうのも理由の一つだったの。あんたもこの辺の話は知ってるはずよね。引っ越した時は仕方がないと思ってたし、今でもそう思ってる。でも
知らないところに行くのは不安だったし、友達と離れちゃうのはやっぱり悲しかった。お姉ちゃんのせいじゃないって頭では分かってるんだけどね。クレハは今でも悲しいのですか？まさか。それよりもさ、買い物も終わったことだし、カプセルトイをプレイしてみない？え、ログアウトはいいのですか？気が変わったの。ちょっと気分転換したくなったのよ。あんたも付き合って。いいでしょ？